世界が変わる日は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第11シリーズ第3話。脚本は、マロリー・ブラックマンとエグゼクティブプロデューサーのクリス・チブナルが、監督はマーク・トンデライが担当し、2018年10月21日に BBC1 で初放送された。エンディングでは、アンドラデーのシングルライズアップが流れており、伝統的なテーマ曲が、 エンディングではなかった数少ないエピソードの一つである。視聴者数は841万人で、批評家からは肯定的にレビューされた。タイムトラベラーの異星人13代目ドクターと、人間の友人グレアム・オブライエンと、その孫ライアン・シンクレアとその幼馴染、ヤズミン・カーンは、1955年のアメリカ合衆国アラバマ州を訪れ、そこで時空犯罪者クラスコと遭遇する。 クラスコはローザパークスによるバスでのボイコットを妨害してアフリカ系アメリカ人公民権運動の歴史を書き換えようとしていた。13代目ドクターはクラスコの腕の入れ墨を見てストーム刑事刑務所について言及するがこれはリバーソングが彼の夫を殺害して投獄された刑務所であり第6シリーズに複数回登場した。チブナル脚本を共同執筆したブラックマンは 番組史上初めてエピソードを執筆したアフリカ系の脚本家となった。なお、世界が変わる日の29年前にロビン・ムカルジーがクラシックシリーズの作品やリクションを執筆していたが、この物語は制作されず自前であった。世界が変わる日の撮影は南アフリカ共和国のケープタウンで行われた。エンディングではアンドラデーのシングルライズアップが流れた。 伝統的なテーマ曲がエンディングとして流れないのは極めて稀なことであった。新生ドクター、地球に落ちるの放送後、第11シリーズにビネット・ロビンソンと女子ボーマンがゲスト出演することが明かされた。ビネット・ロビンソンはかつて第3シリーズ、タイムリミット42にアビー・ラーナー役で出演していた。タイムリミット42は本作と同じく、 チブナルが脚本を執筆していた。本作で差別主義者の白人男性アーサーを演じたモーガンディアは1987年11月のデルタザ・バンルマンに出演していた。世界が変わる日の当夜の視聴者数は639万人、番組視聴選挙率は29.6%を記録した。これは その番で2番目に多い視聴者数で、その週の全チャンネルで5番目であった。オーディエンスアプリシエーションインデックスは83であった。イギリスでの合計視聴者数は841万人で、その週の番組では4番目に高い記録であった。アメリカ合衆国では、BBC アメリカで放送され、当夜は80万8000人が視聴した。 日本では2019年2月22日から Hulu で字幕版、吹き替え版ともに配信が開始された。2019年2月に世界が変わる日はロンドンで英国アカデミー賞のビジョナリーアーツオーガニゼーション賞テレビ番組部門を受賞した。2019年4月には2019年9号賞映像部門短編部門にノミネートされ最終候補に残ったことが報じられた。 ありがとうございます。